ドーフィン軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26万8100人であり、2000年の25万1798人から6.5%増加した。軍庁所在地は1812年から州都になっているハリスバーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ドーフィンは ハリスバーグカーライル大都市圏を構成する三軍の一つである。1785年3月4日にランカスター軍から分離して設立された。軍名はフランス王ルイ16世の長男フランス王大使ルイ・ジョセフにちなんで名付けられた。ドーフィンという肩書きはフランス王位の法廷推定相続人だったことを示している。軍内には1979年に 炉心のメルトダウンが起こったスリーマイル島原子力発電所がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は558平方マイルであり、このうち陸地525平方マイル、水域は32平方マイルで、水域率は5.78%である。西側軍境がサスケ花川になっている。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。スリーマイル東原子力発電所2010年11月時点で、ドーフン軍には19万2743人の登録有権者がいた。ドーフン軍は、サスケ花川バレーにある他軍と同様、共和党の支持が強い軍の一つであった。軍政委員会多数と、軍役人の全員は、現在も共和党員である。しかし、近年は、 民主党への移行が進み、2008年夏には登録有権者数が逆転した。2006年のアメリカ合衆国上院議員選挙では民主党のボブ・ケシー・ジュニアが共和党現職のリック・サントラムを破った。ドーフィン軍選挙管理委員会によれば2008年アメリカ合衆国大統領選挙で民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して支持率 昨9.0%以上をつけ、1964年以来となる民主党候補による軍の制覇となった。他の集約人3人の当選者もドーフィン軍を制した。ドーフィン軍はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第17選挙区に属し、2013年時点では民主党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第15。 第27及び第48選挙区に属しており、会員では第 98, 第 103, 第 104, 第105及び第106選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党が3人、会員は共和党4人、民主党1人を選出している。同ン軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、 青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域はアメリカ合衆国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。ドーフィン群教育学区の区分図群内には チャータースクールが設立されている。首都圏中間ユニットは州が認定した教育機関である。この機関は各教育学区、チャータースクール、私立学校、家庭教育を受けた生徒に対して様々なサービスを行っている。例えば、ペンシルベニア州学術標準でマッピングされ、調整された幼稚園生から12年生まで完璧に開発されたカリキュラム、 共有サービス、合同購買計画、さらには幅広い特別教育、特殊需要に合わせた講習などである。ドーフィン軍図書館システムは、ハリスバーグの本館と軍内7つの支所を通じて、軍民に図書館サービスを提供している民間の非営利団体である。17人の理事会が管理し、このうち5人はドーフィン軍政委員会の指名、12人は3年間任期で、 選出されている。このシステムはペンシルベニア州図書館システムの会員である。2008年時点でペンシルベニア州教育省に登録される私立学校は次の通りである。軍内には2つの州立公園がある。ありがとうございます。